おはようございます。いや、ちょっと今日は特に寒いですね。いや、そっか塾のこです。ちょっとアングル変えましょうか。あの、今日のテーマね、YouTube 少ない再生数でもちゃんと稼げるんですよってことを分かりやすくね、二つにまとめてお話したいと思うんですよ。まず一つ目なんですけども、私の例ですけども、私は今ね、チャンネル登録1万人を超えてますけども、最初からチャンネル登録1万人いるわけないですよね。最初はゼロなんですよ。 もしくは1人とか2人とか10人とか20人とかでやってたんですよ。じゃあその頃、その頃ね、全く稼げてない即下塾だったかっていうと、そうじゃないんですよね。ちゃんと即下塾スタートして YouTube を始めた時から稼げているんですよ。まあ当然ですよね。いくらチャンネル登録が1万人いたとしても、最初は1人とか10人とか20人なわけですから。多分この動画をご覧になってる方よりも、チャンネル登録は少なかったと思うんですよ。 でも、ちゃんと稼げてたのはなぜかっていうと、視聴者さんが何に困っているかっていうことをきちんとね、聞き取って、そして、いろんな情報発信の中で探って、そこに適した商品を提案していたからなんですよ。じゃあ、二つ目に、とってもわかりやすい例をね、お話し,しますね。例えばね、YouTube でどんなテーマを扱うかなんですけども、ここに漫画があります。はじめの一歩っていうボクシングの漫画ですね。じゃあ、私がね、 YouTube100 本中100本、この話題ばっかりずっと続けていったらどうですかね多分、この漫画に興味がある人だけが視聴者さんになると思うんですよ。で、仮にその視聴者さんが、最初は100人いたけども、この漫画の話ばっかりするから、興味ないよって方がね、99人離れました。視聴者さん、1人になりました。その1人は、確実にこの漫画に興味がありますよね。まあ、ですんで、こういった商売が成り立ちます。 この漫画、私読み終わっちゃったんだけども、欲しくありませんかこれ売りますよと。100冊セット、100巻まで。例えば5000円ですとか言ったら、これ売れるんじゃないですかだって、この漫画が好きな人が見てるわけでしょで、1冊、これいくら ?390 円。390円する本が100冊で大体4万円くらいするわけですよ。それを5000円で売りますよって言ったら、安いとかって買うと思うんですよ。商売成立ですよね。結局こういうことなんですよ。 じゃあ今回はこの漫画を例にとりましたけども、自分の特技のことを話していたり、自分の経験深いことをずっと100話中100話話していたとしたら、その経験とか知識に興味がある方だけは常連として残ります。じゃあその方にですね、私の経験や知識を詰め込んだ商品があります。サービスがあります。これを買いませんかってやったら売れるんじゃないですかじゃあですね、100話中100話、どうやったら 無料の情報からお金を稼いでいくか、どんな無料のサービスが世の中にあるかってことをずっと紹介してたとしますよね。例えば、ファミレスでクーポンがもらえますとか、それからコンビニに行ったらこんなね、無料でトライできるくじがありますとか、今はなんとかお茶が30円引きですみたいな、お得な情報をずっと話していったら、お得な情報を好きな人が常連として残ると思うんですよ。じゃあ、来月からこのお得な情報はね、毎月、 500円の料金を払ってくださった方だけにお分けしますって言ったらどうなりますじゃあ、お得な情報はずっと無料で知らせてくれたけども、でも、その情報を500円払わないと知れないってことになったら、500円払ってでも無料の情報を使いたい方だけが商品、そのサービスを購入してくれるってことになります。これがオンラインサンですよ。そもそもね、世の中には無料の情報って山ほど落ちてるんですよ。お得な情報も山ほどあります。でも、それを一個一個情報収集する時間がないんですよ。 だから、その情報収集をお金を払って代行してもらうっていうのがオンラインサロンの成り立ちですよね。で、オンラインサロンの利用料として500円が集まって、それが5万円とか10万円になったのを使って、また新たなる情報収集の度に代表者は出ていただけるってことになります。じゃあ、その役割を誰がするんですかってことになるんですよね。えー、私がお勧めしているのは、何の専門家になってどんな情報発信をしていくのかってことを この YouTube をご覧になってるね、そっかちごろの熟成さんはじめ決めていただければ、それがあなたのオンラインサロンになりますよってことになります。実はですね、先日、あのー、清美さんっていう方とね、対談、ズームをさせていただいて、えー、霊と潜在意識についてコミュニケーションしたんですよ。で、その動画をご覧になった方から、実は昨日のね、朝、霊的な、ちょっとね、 レイっていうんですかね、カウンセリングを受けたいんで、その清美さんを紹介してくれませんかっていうお話が私に来たんですよ。で、その方にはね、明日会いに来ますんでお話ししときますよっていうことを伝えております。まあですんでこれはね、清美さんのコンディションとかスケジュールもありますので、大丈夫ですよとは言えないんですけども、あとはね、直接やり取りしていただいて、その方のご相談ね、あの、受け取れるようでしたら、清美さんとこう、コミュニケーションを取っていただきたいなと思いますし、ちょっと難しいようでしたら、 ま、あ、他の紹介をするとかね。なんか別の方法を探そうかと思うんですけどね。はい。ということで、清美さんの名前が出ましたんで、今日ね、土曜日ですから、たこまるさんにまたね、行く日になったんですよ。たこまるさん。ね。たこまるさんに行って、今日はうちの母もまた一緒に行きますんでね。で、今日の晩ご飯は、うちの家と、それから清美さんの家で、あの、清美さんじゃないや。うちの家と、うちのね、父母の家で、あの、それぞれ、 たこ焼きパーティーを夜するんですよ。ですんで結構たこ焼きがたくさんいるんですよね。で、お昼も食べますんで、だからまあ大体7、8パック今日はいるかなと思うんですけども、よろしかったら清美さん、あのー、ね、7、8パック買うもんだと思って私行きますんで、用意していただければ幸いでございます。ありがとうございます。はい。じゃあコメントを読んでぼちぼち終わっていきますね。今日私がお話したかったのは、視聴者さんが1人でも2人でもいれば、 ちゃんとそこにはね、信頼関係が成り立って、その先にビジネスがあるってことなんですよ。ビジネスってね、人からお金をもぎ取る方法じゃないんですよ。その人のお困りごとを解決する方法なんですよ。そこをね、誤解しなければビジネスはやっていけると思います。なんかお金をもらうのが申し訳ないとか悪いとか思う気持ちっていうのは、自分のサービスとか、自分のアフターフォローに自信がない方の発想だというふうに考えた方がいいと思いますね。じゃあ、コメント読んでいきますね。はい。 お、清美さんじゃないですか。清美さんは、今日お会いしましょうね。あの、さっきちょっとお話ししたんですけども、清美さんに、ちょっと例的な相談をしたいって方がいらっしゃいますので、あの、まあ、受けないまでもね、受けるにしても、どちらにしてもね、あの、ここで関係をね、持っていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。昨日も私その方の相談ごと1時間ほどね、聞かせてもらったんですけどね。えー、あとは、あの、除霊でも何でもいいから、何でもすがりたいという思いに、えー、 まあ、持たれてるそうなんでね。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあ、あやさちゃん。お、あやさちゃんじゃないか。あやさちゃん。よかった、まあ。商品届きました。商品というか。あ、あやさーちゃんにね、この前ね、ライブ放送で、あの、車載用のポータブルテレビをお送りした、プレゼントしたんですよ。というのが私、使おうと思って買ったんですけども、買った車にテレビが付いていたんで、いらなくなっちゃったんですよね。 いいららなななくっっっちゃたたものをもう半年間ぐらいこう置きっぱししにしたんで、私としてもそれねメルカリで30004000円で売るっていうのもいいんですけどもできればねあの稼ぐためじゃなくってお金をなんとかするためじゃなくって必要な視聴者さんの私大事ですから見ず知,知らずのメルカリの取引先の人にお金もらいながら届けるよりももうね買って知ったる中の人に もう家族のようにね、あ、お兄ちゃん使わないからどうぞ使ってよみたいな感じでね、お分けしたいところに、あやさちゃんが手を挙げてくれたんで、あげますよって感じで送ったんですよ。私としてもすごく嬉しいですよ。私ね、無駄なもの買っちゃったんで、有効に使っていただければ、それが何よりでございます。ね、あやさちゃんの家で、今度ドライブしながらね、テレビ見てくれるなと思ったら、ちょっと私も役に立ったようで嬉しいですね。えー、っと、自動車のテレビありがとうございました。まだぎっくり腰して、ああ、ダンブル開けてないのですが、開けるのが楽しみです。 はい。楽しみに。あ,あ、ぎっくりとしてね、お大事にされてください。えー、清みさん、了解ですああ。ありがとうございます。えっ、ー、と、今日ね、その方のお電話番号をお持ちしますので、あとお名前と、あと簡単な、あの、相談内容、ここではお話しできませんけども、こんな相談事だったんですけども、その相談事というよりも、その相談事がもしかしてね、前世から来てるものとか、なんか、霊障によって来てるものかどうかっていうのを心配されてたんで、軽く見てあげてください。あのー、ズームの対談で、ずっとね、その方、 きゅみさんに興味持たれていたのと、あと私もね、今、そういった相談できるつながりといえば、きゅみさんしか今のところ私の方もおりませんので、きゅみさんお勧めしておきましたあ。ぜひね、プレゼントの50%オフとか使わせてあげてください。<laughs> うん、はい。で、あ、相川さんも読むお願いします。相川さんね。稼働部の方、進んでますか。稼働部のカルキュラ、まあ、どんどん積み上がってますんでね。これから、もともと配信させてもらいますんで、 え、より具体的に動きやすくなると思いますよ。えー、清美さん、綾やちゃん、相川さんおはようございます。清美さん、霊的な相談 OK です。あ、よかったです。今日伺った時に、あの、ちょっと電話番号とね、あの、簡単な詳細をお話しますんで、えっ、ー、と、仙台の方にお住まいの方です。で、まあ、世界中いろんなところに仕事に行ってる方だったんですけども、この2年間はちょっとね、いろんな状況でね、今の世界情勢で行けないということですけども、稼ぐ力はある方なんですよ。 ですんで、その他のことについての相談でございます。その相談事自体の解決というよりも、あの、その相談事がね、どっから来てるのかっていうのを、もしかして例の力だったら手に負えないんで、まあ、久保さんどなたか紹介してくれませんかっていう流れで来ましたんでね。相談事自体、も一通り聞いてあげてほしいとは思いますけども、メインはそちらじゃなくて、この自分の運のなさはどっから来てるのかとかっていうところじゃないかなと思います。はい。 えっと、あやさちゃん。岡さんの動画を見て、ここなら始めました。グッドえりこさんよかったー。あ、よしみさん。よしみさん。おはようございます。寒いですね。寒い。昨日は神戸には珍しく粉雪が舞いました。粉雪ていうのが歌われましたね。お体は気をつけてくださいね。たこ焼きパーティー素敵ですね。楽しんでください。はい。我が家のたこ焼きパーティーはね、作るんじゃなくて、きよみさんのたこ焼きを使わせてもらうというね、えー、新しいスタイルでございます。はい。えー、きよみさん。 よしみさん、おはようございます。昨日のクライアントさんは神戸からの方でした。おー、すごいですね。清みさんも大人気ですね。あやさちゃん、皆さんおはようございます。はい。ありがとうございます。よしみさん、あやさちゃん、体調良くなりましたかお大事になすってくださいね、と。はい。あやさちゃん、よしみさん、ぎっくり腰4日目、しゃがめるようになりました。ぎっくり腰ってね、ほんとおとなしくしてるしか方法がないんですよね。私もね、ぎっくり腰何回かなったことがあって、その時サラリーマンだったんで、本当にね、死ぬ思いでね、車に乗って、 運転して死ぬ思いでね、あの、鮮魚業務やってましたよ。まな板仕事とかセールスとかね。懐かしいな。痛かった、本当に。えー、っと、清水さん、仙台のクライアントさんはいました。おお、そうなんですか。今回もねあの、仙台の方に、あのね、松島にご案内いただいたことがあったんですよ。あと、仙台の、あの、石の森記念館とかね、ご案内いただいたんですよ。あの、私が47都道府県、速可塾、生さんアんギャをやってた時に、 え、東北の方、ご案内いただいた非常に恩のある方です。まあ、ですんで、お付き合いはね、4、5年ぐらいになるんですよ。深い中でございます、ね。はい。えー、と、相川さん、皆様おはようございます。あやさちゃん、ここならで初、授受しました。楽しいです。お岡井理子さんのおかげで、あやさちゃんにもまた一つ道が広がりました。私もズーム対談できてよかったなと思います。あの、ズーム対談をきっかけに、ここならを始めた方が何名かいらっしゃったんでね。 うん、本当に放送の力って大きいなと思います。うん、はい。たこまるさん行きたいな。行きたいでしょね。あの、たこ焼きなんで、宅急便でお送りするわけにもいかないんでね。クール宅急便で送ったらギリギリか。<laughs> <laughs> あいさちゃん、ぎっくりで仕事行ったんですかそれはすごい今度。あ、私はね、ぎっくり腰でも行きましたね。あの、やっぱりね、なんていうのかな。私が悪かったのかもしれませんけども、休めるような会社じゃなかったんですよ。 だからね、休むとしたらもうね、身内の葬式ぐらいしかないなっていうところですね。だからね、友達の結婚式もむちゃくちゃ行きにくかったんですよ、その会社。株式会社、ハローズっていうスーパーなんですけども、24時間やってる。今では上場企業なんですけども、上場前ってね、ほんとどさくさだったんで、いろんなブラックなあ習慣が行われておりました。私もね、あの、自分の体よりも会社が大事っていう時期でしたね、当時は。<laughs> えっと、相川さん。 キョミさんは動画にコメント励みになります。ありがとうございます。ねだからね、コメントをいただきました。ありがとうございます。みたいなコメント返しを動画でするっていうので、あの、信頼関係高めていってもいいんですよ。そしたらコメントしたくなる人が増えますからね。あ、コメントしたら読んでもらえるんだ。動画にしてもらえるんだと思ったら、嬉しいんでコメントをそのために書くみたいなことも起きます。ぜひね、もう何かにつけて動画にしてみてください。ヨシみさん、きョさんおはようございます。いつも癒していただきましてありがとうございます。お体大事になさせてくださいね。 グッドですね。お、あやさあちゃん。さすがスーパーはブラック。飲食スーパーはとにかくブラック。今も昔もブラック。いや、私ね、結構ブラック企業好きなんですよ。<laughs> 好みに変えてでも職場は守るみたいなね。昭和のおっさん根性ありますんでね。まあ今はで、ね、もうごめんですけども。当時独身だったからそんなこと言えたんですよね。なんか俺の居場所は会社にしかないって本当に思ってましたからね。会社と心中するつもりでやってましたんで、何かことが起きたら俺が出ていきますみたいな。まあ、特攻隊員でしたね。 だからあのー、スーパーって入社するときにその洗脳教育があるんですよ。行動訓練って言ってね。でかい声でなんか自分の表現をして一歩前に進んでって感じで、なんかまた言ったら一歩前に進んでって感じで、最後は共感と握手して涙のあのー、ラストシーンみたいなね。いや、本当にね、その入社前研修の最後の一日ってみんなで、ね、感動しましたね。みんなで感動してそのまま来なくなるやつもい,ないましたけども、私の場合は、 この会社で死のうと思いましたね。<laughs> やっていくうちにバカバカになっちゃったんですけども。私もやっぱりね、自分の会社やりたくなっちゃった。スーパーブラックですね、とにかくね。ブラックスーパー。スーパーブラック。まさにスーパーブラックですね、スーパーは。まあでもあらゆる業界が今ブラックですよ。IT でもそうですしね。医療系でもそうですしね。あのー、やっぱり、日本の歪みじゃないですか。本当に国民のための政治ではなくて、 政治のための政治。国民一人一人が国を支えているっていう、ある意味ね、奴隷のように犠牲になって支えてるってことになります。喜びで見越しを担いでるんじゃなくて、重荷を称されてるような形じゃないですかね。あの、10万円給付の件でもいまだにごねてるわけでしょ。なんかね、ケチケチせずに、毎月毎月10万円くらいでバン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 国債発行して、年間200兆円くらいすればいいんですよ。 財務省のインチキロジックにもう騙されないぞって感じですよね。はい。えー、次ですね。あやさちゃん。パートナーが飲食、15時間労働なんで、このまま死ぬんじゃないかと。そうなんですよね。15時間、ね、勤務なんですよ。もう私もね、あの、魚だったんで、朝6時ぐらいに市場とか、4時とか5時とか6時に市場なんですよ。市場行って魚引いてきて、で、開店準備を9時とか10時までにするんですよね。 で、早く終わったなーって言ったら夜9時。全然早くないみたいな。で、年末年始お盆は、まあ24時間、泊まり込み勤務でしたね。スーパーって、あの、やっぱり薄利多売でやってるんで、従業員さんへのリターンが本当に低いんですよね。だから給料もなかなか上がらない。私がね、会社員だった時に、そのスーパーに行った時に、パートさんの給料、時給を一律で700円にさせてもらいます、みたいな感じでみんな喜んでたんですよ。700円に上がって喜んだんですよ。 すごいですよ。<laughs> いくらでやってたんだっていう感じですよね。まあでもね、ハローズって会社はパート3にもボーナスが出てました。なんか長期の方には10万円とかね。はっきり見てないんですけども、多分10万円年間ボーナスもらってたと思います。だからボーナスがパート3にまで出る会社って珍しいなと思ってましたね。はい、あやさちゃん。移住して気持ち、新たに働きたいなとかいろいろ考えるようになりました。ああ、そうですよね。まあ、住まいを変えるっていうのも一つの大きな きっかけになるでしょうね。私も何を隠そう。この、ここに住み始めて5年ですからね。それまでは20年近く、広島市に住んでましたからね。今はもう、広島市とは似ても似つかの田舎でございます。ノクさん、おはようございます。皆さん、こっちは大丈夫ですから、お大事にしてください。えー、あやさちゃん、ああ、椎間板ヘルニアから、坐骨神経痛に30代の時になりました。おお根性で耐えられる痛みじゃなかったですね。とチクチクッと、チックンですね。痛みが走立ってるだけと。 激痛でした。手術して、あ、手術したんだ。いや、神サプライズですね、それもね、ノクさん。ノクさん、神サプライズの様子はいかがですか、あれから。えっと、キョミさん、あやさちゃん、どこに移住したいのキョミさんのところに移住してください。<laughs> 大島に <laughs>。空き家が結構ありますんで <laughs>。あやさちゃん、ノクさん、雑骨神経痛は痛いですよね。妊娠中に、ええー。?2 回やりました。酒を言いたかった。叫んじゃうでしょ、そりゃ。そうですか。 いや皆さんね、本当、健康は失った時に分かるし、失った過去があるとよく分かりますよね。まあ、ですんで思いますけども、じゃあ、腰が痛い時にどうやったらね、腰の痛みを和らげられるかっていうのを情報発信すると、人の役に立てるんじゃないかなと思いますし、その以上にね、こういうところが痛んだ時はどうすればいいんですかっていうのは、他のアドバイスも求められたりすると思うんですよ。だから情報発信によって、ファンっていうのは決まってきますから、 売れる商品も決まってきますよね。まあそういった形でね、何でもかんでも情報発信するのは最初慣れ,る慣れないうちはそれでいいんですけども、情報発信に慣れてきたらテーマを決めてしっかりとやっていくのがよろしいかと思いますね。お、環境児さんおはようございます。今日も、はい、寒いですね、環境児さん。暖かく過ごしましょう。アイサちゃん、私はマンゴーがなるのが条件で、宮崎と沖縄がいいですね。ああ、なるほどね。 確かに宮崎はいいとこでした。うん、はい。えっ、ー、と、ノクさん。座骨神経痛は神経に触る部分を切断する手術で感じました。痛そう。<laughs> いや、私の父ね、高齢ですけども手術するんですよ。なんか、な,なんとか版狭窄症っていうね、腰の骨がちょっと潰れたような感じになる、なんか症状らしくって、それをこう開いて、うん 痛みをね、和らげるっていうか、圧迫を取るみたいなんですよ。大手術ですね。2時間ぐらいの手術みたいですね。清美さんに千バズルいただいて、すごく勇気が出たみたいです。本当にありがとうございます。清美さん、本当に何をするにも、まず体が資本、身に染み入ています。そう。清美さんは健康の大切さってよくよくお分かりになっていると思いますし、その上でですね、身体的な健康もそうですし、精神的、霊的な健康っていうのも必要になってきますから、ぜひね、 あの、体は丈夫なんだけども、なんかね、気持ちが浮かないなって方は、清美さんに話聞いてもらっていただければと思います。あやさちゃん、寒いところが苦手で、だから旅行先がいつも南国。おお、だからなんだ。暖かいところ、暑いところ、いいですよね。私ね、即下塾のメンバーで、いつだったかな、2016年ぐらいの5月ぐらいに沖縄旅行行ったことがあったんですけども、なぜか寒かったんですよ。で、雨続きでね、ついてなかったですね。普段はね、 暖かいんでしょうけどね沖縄でも寒い瞬間であると思いますので、ご用心ください。<laughs> 環境地さん、こちらは風が強くて寒い。ああ、なるほど。えー、脊柱管狭窄症、そう,そう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 、そうです。母がそうで、今、車椅子、あーそうなんだ。いやー、強かった、親父にね、いつまでも元気に走り回ってもらいたいですけども、年ですからね。 本当にね、麻生財務大臣の健康を、ね、国民に分けてほしいですよ。まあ財務大臣じゃないですけども麻生副総裁ですかトとんと出れなくなりましたね。<laughs> はい、えー、沖縄は風が強いんですよねー、と。ね、そう、風が強い、政権の風も強いですよ。じゃあ、もね、あの、いろいろとお話しさせてもらって、本当に朝から私自身、ちょっと体が温まってきました。ありがとうございます。 えと皆さんにね、まだ有益な情報が届けられますように、そして同時に、このライブ放送を通じてコメント欄でいろんなコミュニケーションが起きて、お互いに助け合い、癒し合えるような関係が生まれることを望んでおります。今日もありがとうございました。それではここからね、あの、オフタイムになってきますんで、あの、何ですかね、オフタイムじゃない、ロスタイムっていうんですか、本来ならここで放送終わりですけども、あと、適当に過ごしながらか、あの、いつの間にか終わっていきます。<laughs> ノックさん、神サプライズは順調です。おー、腰痛にも良いと思います。髪だけじゃなくてサロンに別の種類の機械がもう一台あるんですが、ダイエットに特化した機械がある。今年はそれに挑戦しようかしら。あ、そうなんですか。ダイエットは私もちょっとね、本気でいいですね。見たいですね。アイザーちゃん、母も暖かいところで暮らせば腰痛は良くなるかしら。やっぱり人ってね、猛暑はダメですけど、酷暑とか。なんか、暖かいところ。 温暖なとところででで過ごすようにききてるんですよねきっとねっ寒いところとかカンカン照りの暑いところではやっぱり治るものも治らないのかなというところありますね。どのぐらいがいいのかななんかたまには寒くてもしょうがないんですけども比較的1年間温暖な気候っていうのはね瀬戸内海かなと思うんですけどもね。なんか大島とかね浅口とかって。 まあ雪が積もったりもしませんし比較的温暖なのかなと思いますけどねいかがでしょうかね。はいえーっと えっと、清美さんに。 ちょっとすみませんね。メール書いてましたね。はい。えっ、ー、と。ノクさん、ハワイは良い気候。ハワイいいですね。ハワイ日本人好きですよね。私もハワイ好きです。なかなか行けないんですけど飛行機なんか長時間飲るのがやっぱ辛いですね。えっと、あやさちゃん、移住の悩みは子供の進路。ああ、親の介護ですね。私はレッドビジネスなのでどこでも大丈夫ですが、親を東京に置いていくのか、子供の進学先れどうなのか悩みます。それわかりますよ、やっぱり。 やっぱりリモートが不可能な部分も残ってますからね、まだね。介護とか子育てとかは、やっぱり全部は全部移動自由ってことになりませんから。清美さん、深夜の地震を感じましたか携帯で知らせが鳴りましたが、実際はそんなに揺れませんでした。いや、全然揺れなかったです。で、警報鳴ったんですけども、まあ、私は起きていたんですけどもね、山和くんはぐっすり寝たままでしたね。愛沢ちゃん、九州が地震がありました。震度5強でした。 首都直下型自身も近い東京から離れななないいと危ないな、はい、東京からすぐに離れることを私もお勧めしますね。あの命あってのものだれなんで、すべて置いて、今日にでも東京から離れるとか、私はいいと思うんですけども、それはね、私がね、東京にいないから余計言えることだと思いますけども、実際に東京にお住まいになっていたら、そうは言っても今日からすぐにとか、来月からとかな、ね、なかなか動けないと思うんですよね。うんまあ、でも本当に 首都直下型地震が起きると日本どこに行ってもお手上げなのかもしれないですけどねどうでしょうかね。 も南海トラ東京は危険です、本当に, <laughs> 本当に、ね。だから私ね、東京に旅行に行ってる間はいつもね、わあこの瞬間に何も起きないでくれよと思うんですよ。勝塚、柴又はね、本当にいおしいんですけども、柴又もいつかそうやって亡くなるんですよね、きっとね。はい、じゃあ、本当に今日は以上でございます。いろいろとありがとうございます。 キヨミさん、この辺りは震度3と書いていたけども、猫も爆睡してました。<laughs> で、動物の方がね、敏感だって言いますけども、どうも人間に飼われてると <laughs>、のんびりになっちゃうんですかね。でも敏感な動物って何ですかね,ねネズミですかねなんか、ネズミとかってサ,サササーと動いたりするっていうです言いますけども、実際はあんまりないのかもしれないですね。<laughs> えー、猫も爆睡してました。 まあだからどうってことないよってことなんで猫ちゃんは寝てくれていたのかもしれないですね。敏感だからこそ反応しなかったのかもしれません。では清美さん、後ほどお会いしましょう。今日はね、たこ焼きやっぱり八個になりそうです。お昼も食べるんですよ。お昼食べたら3、4パックなくなるんですよ。で、夜食べるじゃないですか。したら私たちあの2つの家庭で食べますんで、2パック、2パックぐらいなんでちょうど良くなると思います。<laughs> すいません。ありがとうございます。よろしくお願いします。清美さんのところのね、たこ焼きは今日はね、 ジャックしますね。8パック <laughs>。はい、えー、あいさちゃん、猫、強いですねと。自信あっても寝てる。はい。猫ちゃん、とっても、元気ですね。また、きよみさん、動画で猫ちゃん出してください。じゃあ、本日は以上になります。きよみさん、こちらこそありがとうございます。じゃあ、母と一緒に参りますんで、よろしくお願いします。母と大和くんと、ゆうかちゃんと、私、4人で行きますね。タコジャック <laughs>。そう、タコジャック。 <laughs> すごいぞ。ずしっとね。ちょっと紙袋持っていかない,といけどな。<laughs> まあ皆さんもね、ぜひ岡山にお越しの際は、たこまるさんにお立ち入りくださいじゃあ行ってらっしゃい。